どうもこんにちは、たかしでございます。本日もゆるゆるとカメラについてのお話をやっていきたいと思います。このチャンネルではカメラ楽しいコンセプトにしたさまざまな動画をお出しております。ぜひ初めての方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ぜひね、YouTube の評価がね、長く動画を見た人が多い方がいいみたいな感じなんで、最後まで見ていただけると嬉しいかなと思っております。さて皆様、 Z9ティーザー動画反省会会場へようこそ。今日はたまたま Z9 の話したいなと思って、タムロンのね動画にするか Z9 の動画にするかを悩んだんですけど、じゃあ今日は Z9 の動画上げとこうと思って、で結構頑張って動画を作りしてね、アップしたすぐ後の出来事ですよ。 Z9 ティーザー動画第1弾みたいな形でパーンとね公開されまして、で、まあ、僕の動画はね本当に予想だらけの出来事を喋っていたわけなんですけれども、そんなね動画が出る予定だとはつゆ知らずというところで、なんか変なタイミングで出ちゃってねすいませんでした。というわけでね、今回はティーザー動画振り返ってみようと思っております。ティーザーには、まあ、いろんな意味があると思うんですけど、じらすみたいな意味で使われることも多いんじゃないかと思います。こういったカメラのティーザー動画っていうのは、まあ、この次元式な形で広告をアップするよっていうね、まあ、そんな方式の広告の手法になると思います。今回ニコンさんで撮られている手法は、まあ、時間っていうのは明言しないんですけれども、第4弾あって、そのうちの第1弾をまずは公開しましたよという状況になります。でね、このティーザー皆さん拝見されましたでしょうかね。僕はね、何度も繰り返し見て、何度も止めて、何度もこう見ちゃいましたね。概要欄の方にね URL を貼りしておきたいと思うんですけれども、いやー、なんかワクワクしましたね。なんかただっ広いね、まあ、おしゃれなスペース、まあ打ちっぱなしのスペースにライティング、綺麗なライティングをして、お姉さんを撮る金髪のカメラマンの方、これカメラマンの方誰なんですかね、僕ちょっと知らないんで、分かってる方いたら教えてください。まあね、こう Z9 を持ってこうカシャ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 を撮るという感じなんですよね。本当に連射音が響く中、優雅に踊る女性っていう感じです。ではね、これもせっかくなんで、このティーザー広告でチラチラっと見えた Z9 から分かる点っていうのを3つ挙げてみましたので、ちょっとね聞いていただいて、改めて皆さんにティーザーをね見直していただくと、おってなるかなっていうところを挙げさせていただきたいと思います。まず1つ目、ボタン配置が確定しました。今まで出てきていたリーク情報では、オリンピックのね、カメラの写真っていうのがあったと思うんですけれども、まあ、それはあくまでもね前段階での開発途中でのカメラということだったんですけれども、今回正式にボタンの配置っていうのが見えたんじゃないのかなと思います。まあ、上面、そして背面ですね、あとねちらっと、下の面、底面っていうのかな、もう見えていたりするんじゃないのかなと思います。で、僕のねボタン配置を見た感想としては、やっぱりねプレビューボタン、再生ボタンが右側に来てくれたことっていうのは非常に大きいと思います。ニコンのカメラって、一眼レフからずっとね左肩に再生ボタンがあったんですよ。ただ、ミラーレスになることによって変わったことの一つは、これ覗き窓でプレビューをすることができるんですよね。なんで例えばこう構えて撮った時に、左手ってレンズにあるじゃないですか。再生するためにはここのボタンを押さなければいけなかったのが、まあこのミラーレスカメラの Z6II、Z7II までの流れだったわけなんですよね。それを例えば撮ってみるみたいな形で、このポーズのまま撮ってプレビューをすることができるという形なので、これはね非常に便利なんじゃないのかなと思います。あとはね、ゴミ箱ボタンが左肩にある状態なので、これもね右側に来てくれると、撮りながらプレビューして削除なんていうこともね簡単にできるようになるんじゃないかなと思いました。このねメニューと僕は本当に入れ替わってほしいなって思ってます。で、このメニューと入れ替わってほしいって言ってるのには、まあ、本当に理由があって、この i ボタンあるでしょ、まあ、カスタムできるメニューがあるので、よく使う機能をそこにしまっておけば、メニューボタンを使う回数って限りなく減るんですよね。そう考えるとメニューボタンの使用頻度ってそんなに高くないんで、左肩に持っていってしまってもいいんじゃないかなって僕は思ってます。まあ、その分ゴミ箱再生ボタンっていうのを右肩にセットして、
撮影しながら使えるっていう形が取れるとね、よりいいんじゃないのかなと思いました。あとね、鍵マークが左肩にあると思うんですけれど、これもね、ロックボタンとかに切り替えられるといいんじゃないかなと思ってます。まあ勝手にですね。やっぱね、ロックボタン僕すごい欲しいんですよね。なんでこの辺うまくカスタムができたりしてくれると非常に助かるかなと思ってます。皆さんロックボタンってどう思いますかね。ぜひねコメントいただければと思うんですけれども、僕ね結構歩いてると設定変わっちゃうのは部屋なんで、ロックボタンとかあるといいかなと思うのと、あとは仕事で使うときに現場でプレビューしてね、写真を送ったりとかすると、まあこうダイヤルを使うわけじゃないですか。その時に間違って絞り1個開いちゃったりとか、絞まっちゃったりとかっていうことが起きて、前の人が赤い服で次の人が白い服だったりすると、絞りがね少し変わっていたりしても明るさの違いに気づかなかったりとか結構するんですよね。なんで、まあ、このロックボタンっていうのをね使えるようにしてもらえると僕はすごい嬉しいかなと思いました。まあこれに関してはね、他の機種に関してもロックボタン欲しいんですよね。ぜひ導入をお願いしたいです。そして2つ目、これはねシャッター音ですね。動画の中では結構連写をして撮影している風景が流れるんですけれども、その後ろではしっかりとシャッター音が流れています。このカメラのシャッター音はこんな感じなんだなっていうのは、まあ大枠はね分かっていただけると思います。動画なんで例えば波形をいじったりとかしちゃうとこの音ってだいぶ変わってきちゃうんですけれども、まあこだわった動画を作られているのであれば、このシャッター音っていうのは限りなく本物に近づけた形で出してきてくださっているんじゃないのかなとも思います。まあ、ちょっとそこのところ蓋開けてみないと分かんないんですけれども、まあ、大体のシャッター音のね感じっていうのは分かっていただけるんじゃないのかなと思います。まあ、この感じ僕非常に好きかなと思います。やっぱりね一眼レフとかに比べてしまうと、まあ、そこまで、重みのある音っていうのはしないんですけれども、やっぱりね、まあ、その中でもね比較的聞いていて気持ちのいい音になっているんじゃないのかなと僕は思っております。そして最後これですね、縦のチルト、三軸チルトとよく言われているもので、富士フィルムなんかがよく導入をねしているこのチルトの方式になります。バリアングルなんかって本当にいろんな角度で自由に撮ることができるんですけれど、まず一つ目としては光軸がずれちゃう。こっち撮ってるのにバリアングルこっちに開くからこっち見てこうやって画角合わせたりとかしなきゃいけなくなっちゃうんで、それが非常に使いにくい点。そして、バリアングルなんでこうパカッてした後一回くるんって手元の方に回さなきゃいけないんでしょ。このね手間がちょっとのロスを生むのがちょっとね嫌な感じかなって僕は思ってます。まあ、当然カメラによっては用途っていうのがあってそれ向きなものっていうのはあると思うんですけれども、間違いなくこう自撮りをするようなカメラではないと思うので、まあ、そういう意味ではチルトっていうこの選択肢っていうのがね、まあ、秀逸だったんじゃないのかなと僕は思っております。でね、動画を撮る時に関してはバリアングルっていいなって思う場面があったりしまして、ジンバルに乗せるでしょ。そうすると普通の位置の森だってちょっとねジンバルと被っちゃって見えづらかったりするんですよね。まあ、そういう場合ねこのチルト液晶っていうのは横に出るので比較的見やすいかなって思う場面もあったりします。まあ、ただこのカメラ、まあ、良くも悪くも、ちょっと重たいカメラになるので、まあ、簡単にジンバルで撮るなんていうことはなくて、多分そのジンバルを使って撮るレベルになるとモニターを使って撮ると思うので、まあ、そういった点も特に気にならずにね、うまい形で全てのユーザーの意見をこの三軸チルトに収めてきたんじゃないのかなと思います。まさか Z9 を使ってね自撮りをたくさんしたいっていう人もそんなにいないでしょうから、本当にベストチョイスじゃないかなと思います。でね、ティーザーということで今回は第1弾となるわけなんですけど、第4弾まであるみたいですね。まあ、本当にどこまであるかっていうのは分かんないんですけど、あのサイトを見た感じで言うと第4弾まであります。当然ね、日本人で第4弾まであるっていうのを考えるとこれでしょうね、起承転結というところで、僕たちはまだこの Z9 について驚きのギミックっていうのを受け取っていないんですよ。本当真っさらな状態で、まあ、特段知りたいスペックの情報で言うと、画素数の情報、連写数の情報、そして 8K の情報じゃないかなと思います。まあ、この辺をねどこに詰め込んでくるかっていうところもあると思うんですけれども、僕たちがこれ以外に知らない驚きの目玉機能があるとすれば3つ目の動画でそれを突っ込んでくるんじゃないかなと思ってます。で、2つ目の動画で今お話しした内容を入れて、まあ、ケツの内容で
まあおそらくワークフロー系のものを入れて結ぶんじゃないのかなとか思ってるんですけれども、もし驚きのものがなくてもう手堅い系のカメラで、まあ、それがすごく鉄板ですよっていう場合に関しては、まあ、おそらく次の段階で画素数、発表されるんじゃないのかなと思います。まあ、あと連写とね、オートフォーカスの性能どこに突っ込んでくるかって話かもしれないんですけれども、僕ね次はやっぱり画素数なんじゃないかなって思ってます。まあ、この辺ねティーザー広告って待ってるドキドキ、見てるドキドキ、そしてこう一緒にね時間を過ごしているワクワク感なんかがあったりして、僕は非常に好きかなと思ってます。で、大体ソニーとかキヤノンのティーザーって、いついつ発表するよっていうティーザーなんですけど、まあ、今回のニコンが導入したねこう次元発火式のこの形式っていうのも非常に面白いかなと思ったので、まあ、今後ねいろんなメーカーさんがいろんな方式で発表してくると思うんですけれども、僕はね、戦略をちょっと分析しながらもね楽しんでいければなと思っております。はい、こんなところかな。まあ、多分ね一段だけだとそんなに分かることも多くはないでしょう。まあ、本当に快感が分かってよかったなっていうところがあるかなと思います。はい、皆さんね、ぜひこのティーザーを見た感想なんかをいただければ幸いかなと思っております。今回ね、ちょっとコメント返しをなくサクッと終わらせたいと思いますので、次のね、動画でしっかりと皆様のコメントをご返信していければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。というわけで本日のゆるフォト以上になります。皆様ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。いやー、もう本当楽しみになってきましたね。まあ、年末にかけて、こう、あわあわっとするんでしょうね。楽しみです。それでは皆様、良いカメラライフを。では。